また赤い帽子が1番でございます。で黄色の帽子が2番、黒い帽子が3番、一番青い帽子が、一番端っこ4番となっております。皆様順番の方よろしいでしょうか。さあ、それでは第1回戦第2試合の方をそろそろ開始させていただきたいと思いますが、第1回第1試合のような熱戦の方を期待させていただきたいと思っております。それでは準備の方皆さんよろしいでしょうか。上にお子さん乗せて余裕な感じですが大丈夫ですか。大丈夫ですか。結構ダーッとこんことになりますんで、お子さん上に飛ばないか心配なんですけども大丈夫ですね。じゃあ行きたいと思います。じゃあ位置についてよーいスタート。さあ第2試合スタートしました。さあもうこれもいいでした。これもいいです。皆さん大体100ワット前、150ワット下まで出ます。お子さんの方が力が強いのか。さあいい勝負大丈夫だ。お3番4番早い、3番4番早い、1番2番ちょっと前に行く。これはすごいレースでしたね。じゃあ私が用意したと言いますね。それから聞こえてくださいね。スイッチやってますか。やってますね。では1人でよーいスタート。さあ人力学園からスロットライン、人力学園スロットライン、スロットライン始まりました。1番から4番大変いい勝負でスタートを切っております。さあどれが出すかそれは分からないぞ。どれもいいですか。1番2番3番4番本気だ、みんな本気だ。大体も80ワット前、100ワット前でもありますが、若さのハンデもあるかもしれないので若干控えめのハンデとさせていただきます。パネル4分の1枚ほどちょっと前に出す形で調整をさせていただきたいと思います。さあこれは吉と出るか凶と出るか、なかなか微妙なところでございます。では、準備の方皆様よろしいでしょうか。いいですね。私の汗を拭いたらスタートします。結構大変なんですよ。はい、では、準備が整いましたのでスタートをさせていただきたいと思います。1位についてよーいスタート。みんな早く走りながら結構すごい、みんな頑張ってください。
は勝負への強い執念なのか、それともランチ券を取ってこいという奥様からの強いプレッシャーなのか、2番が圧倒的な強さでゴールに出しました。皆さんおめでとうございます。よーいスタート。さあスタートしました。お、これは激しいレースになりました。これは激しい、これは激しい。4番が圧倒的な走りの130ワットを確保したから進んでいます。これは速い、これは速い、これは速い。1番2番3番も頑張っていますが、若干4番やっぱり続く男の子の力、5年生の力が勝っているのか。これは追いついてきている、追いついてきている。ただここからカーブに入ります、カーブに入ります、カーブに入りまして、3番4番のこの圧倒的な距離の差を埋めることができるのかどうか。パネル1番半の差はだけではない、若干疲れてきている、若干疲れてきている。80ワット90ワットぐらいの発電量でございますが、これはハンデが効いているか。若干疲れてきた、でも比較的上の人は2番3番4番デッドヒート、デッドヒート2番3番4番、これは2番3番4番で決まりか。4番近づいたか、もうそろそろ体力限界だが、2番が1着でゴールイン、3番2着でゴールイン、4番パネル1倍半の差に負けました。これは厳しかった、体力の限界まで届いたが、4番3着でゴールイン。1番は1番もうちょっと、1番もうちょっと、1番もうすぐゴールだ、頑張れ頑張れ頑張れ、1番もうすぐゴール頑張れ。さあ音楽も続いてるぞ、もうすぐだ頑張れ。はい、1番ゴールイン。さあパネル半で距離の差に、泣いた形になりましたが、2年生